では県内の感染者の状況を見ていきます。このように先週から今週にかけてもさらに感染者の数というのは減っています。14日連続で100人を下回る日というのがこの日から続いています。しかしこの前の週の同じ曜日とこう比べていきますと、今週は半分以下になった日というのはないんです。減少のスピードが鈍くなっています。続いて療養者の状況です。今日午後3時時点で療養中の方は521人、そのうち入院中が126人、126人中重症の方は15人です。ホテル療養中の方が258人、自宅療養中の方は99人、入院先等調整中の方が38人です。続いて確保病床の使用率です。県全体では496床のうち126人が入院していますので、使用率は 25.4%、 重症者に限ってみますと 27.8% です。仙台医療圏に限ってみると病床の使用率は315床のうち105人が入院していますので 33.3%、 重症者用は 30.8% という使用率になっています。そしてワクチンの接種率です。県全体では昨日の時点で1回目の接種を終えた方が全県民の人口に対して 63.8%、 2回目の接種を終えた方は 49.7% です。仙台市では15日時点です。1回目の終えた方が 61.6%、 2回目の接種を終えた方は 46.3% となっています。